はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、このね、のゲームボーイ版のですね、悪魔城ドラキュラね、ダークナイトプラリュードっていうね、はい、これちょっと日本語なんて読めばいいのかわからないんですけどね、なんとかたる前奏曲ね、カタカナで言うとダークナイトプレリュードっていうタイトルになりますけどもね、こちらのゲームをねやっていきたいと思います。ドラキュラ伝説をね、ゲームボーイ版出てますけどもね、そのドラキュラ伝説とドラキュラ伝説2と、でこれがね第3弾になりますね、ゲームボーイね。はい、これはねあれなんですよね、女性のね主人公でしてね、珍しいですけどね、悪魔城ドラキュラシリーズのね女性のねヴァンパイアハンターが主人公のね、ソニア・ベルモンドというね、女性キャラクターが主人公ですね。でこちらやっていきたいと思います。ニューロードでね最初からやりたいと思いますね。まあスタンダードでいいや、とりあえず普通でね。これは狂気と絶望に支配されたトランシルバニアに希望の光を与えた一人の少女の戦いの物語であると。これはまあ主人公のことですよね、ソニア・ベルモントのことですね。あ、これがそうですね、これが主人公の少女のね、この三つ編みの女性ですけどね、これがソニア・ベルモントですね。あ、これすごいやるの久しぶりですね。結構面白いんですよね、これね。これあれですよ、音楽もドラキュラ2の音楽ですよね、これ。うん、おなじみのねドラキュラ2の曲ですよね。でもしかもこれゲームボーイ版のやっぱりね、ドラキュラ伝説のシステムですね。うん、ゲーム的には。やば。そうですね、ドラキュラ伝説と同じシステムですね。ここ入っていくと、これで分岐点ですね。この扉が、このゲームはね基本的にね扉が分岐点になりますからね、このゲームは。よいしょ、あ、危ない。よいしょ、あ、やばい、しもうた。ジャンプできんかった、なぜか。やばい、うわマジで。ちょっと待てよ、おい、一面でこんな死ぬかよ、おい。あかん、ここ出てくるよな確か、この上。あー、もう何やってんねん、もう。なんか知らんけどジャンプできないよな、なんところな。もう一回コンテンツ、こんなとこで死ぬかな、情けないな。もう落ちるとこ、こんなとこで落ちるもんじゃないよ。ここでさっき死んだからな。ね、これはこうやな。ここで取り取った方がいいと。あ！これ上を押さな死ぬんや。あ、そうか。ちょっと一面難しいや、めっちゃ。意外と難しいやんけ、おい。舐めてたわ。あ、かくら。これって上すぐ押さなあかんね、上から下とかね、回復ほいって直さなあかんね、
やっと進めたね、ここまで。何と死んでたんや、ここまでこんなに。これもしかして、あれかな、電気つけた方がいいのかな。レーザーがめっちゃ出るな。変わらんか。どっちにしてもレーザー出るな。これはこうか。あーしまった。もうなんか知らんか、ボタン押せなくなるね。え、こっからマジかよ。おい、ちょっと一面難しいって。進めてもここまで戻されんの。一応取っとくか、これ。もうしょうがないな。あっ、なんで、なんかしなんか下押されへんかった今。ちょ待って、一面で何回コンティニュー使ってんねんおい。いや難しいなこれ。それかもうほんまにゲームの腕落ちたな。そんな手こずるような面じゃないと思うよ。ジジイになってしまうから、あのゲームの腕が。なんか知らんけど、ジャンプできない時があるんだな。これ無理して取らんとこうも怖いから。その方がいいわ。結構満タンやし。次の扉までなかなかあれやな、遠いな。ああ、そもそも何やっとんねん、おい。ここやったな、ここで死んだな、さっきな。キモいな、これ。うまく上押せなあかんねん、これ。よしよし、よし。これね。ここで。あ、ボスか、これ。ボスってことかな。これ違うな。あ、今の下を行くってことか、これ。こうか。こういうことか。何やろ、相手は。無理して取らんとこ怖いからもう。ここでやっと扉ないんやな。もう、びっくりした。急にいきなりもう、コウモリがいるから。音楽はおなじみですね、本当にね。ドラキュラ2の曲ですよね。ディスクのね。これ僕最高3面までいったしね、確か最高記録はね。3面までいったことありますね。これでまた扉があったから、これで分岐点になりますよね、これでね。あ、これボスか。あ、ボスですね、これ。これどうやって行くんやろうな。あー、なるほど、次々生まれるわけや、ゾンビが。難しいな。絶対やられるね、これ。これで終わりか。あれ？これだけ？あ、これ罠か。罠ってことや。でもこれやってたら切れないもんな。いくらでも出てくるんや、これ。今やられてまうやん、こんな。そうか、罠なんや、これ。そうか、これ、ちょっと取ってあかんねやな。
そう、すげえ命損したぞ今。ジャンキーを損したぞ。ね、ボスかと思ったよ今の。罠やったよ。今あんなゾンビのボスがいるわけないのに。でもボスの前触れのあれかなとも思うしね。だからまあ全然わからんからしょうがないな。うわ、強いな、このコウモリ。じゃあ、もうあいつほっとこ。無視無視。これは、上に行くのかな？上行ってみようか。おぉ、びっくりした。下行くのかな？なんかあるのかな、アイテムかなんか。ああ、肉は回復があったよね。上行ったら何があるのかな。あ、向こうが行けるわ、行けるんやね。これさ、これは何？ちょっと、ああ、くそ。で、これで何が？一面長いな。地面が長い。ああ、これ罠やんか。また。もう、これあかんて。これでも絶対、ノーダメでは無理やん、これ。絶対ノーダメでは無理やん。間に合わないよ、こんなノーダメで。絶対無理やこんな。これ取ったらあかんってことや。つうか一面長いって難しいやん。一面めっちゃむずいやんか。一面がこのコウモリもめっちゃ強いしさ。あれもなんか怪しいな、下のやつな。なんか、もう罠っぽいからやめとこう。ああいうのってなんかそんな気がするんや。待って、機械ってるな、こいつ。よし。うわ！これは無理やわ。うわ、これ面、長いぞ、一面。ああ、もうしかもこれ一発じゃないやん、これ。一発じゃない。倒せないやん、これ。これは長丁場なゲームやね、結構ね。これ落ちてくるんやろ、どうせ。ほら。これ弱い状態やからな、これ。きついよな、これ。うわぁ、落とせ、こいつが。これ難しいなぁ。回復出たけどさ。まだな、まだあるんや、一面。長いなぁ。これ、どうしよう。待つしかないか。ああ、こっち来よるんや、こいつ。向くんや、こっち。一面長いなぁ。こいつ、通してな、これ。この辺まで、なんか。イモリ、イモリみたいな、トカゲみたいなのがよくわからんよね。あ、やばい。うわぁ、もうやられまくりやんか。一面だけで15分ぐらいやってるやんか。めっちゃ難しいゲームやな。シリーズってね、俺ある意味ね、ロックマンより難しいんじゃないかと僕は思いますよ。本当にロックマンシリーズよりもね、ドラキュラシリーズの方が難しいと思いますよ。
なんかそんな感じですよね。なんかドラクラシリーズで僕まともにクリアしたゲームないですからね、今のところ一本も、ドラクラシリーズなんかロックマンより難しいんですよ。癖がありますからね。一面長いなぁ。そろそろボスかな。まだある、まだあるんや。あ、なんかボスっぽいな、これ。あ、ボスか、やっぱり。これや。なんか、レッドアリバーみたいなね。なるほど。おお、おお、飛び込んでくるね、こうやって。おお、倒せた。よしよし、一発で倒せた。取れた。これで一面クリアですね。セーブはどうしよう。もう一応しとくか。しておこう。これ二面ですよね、これでね。いいですよね、この2面の音楽。2面の音楽好きなんですよ、これ。あ、これ結構怖いな、こいつ。この音楽好きなんですよね。めっちゃ神曲やな。あ、これあれやな、スーパーマリオのテレサみたいなもんや。後ろ見せたら動いてくるってやつやな。テレサと同じやね。スーパーマリオのね。あ、骨柱出てきた。
ちかも。なんかええアイテムが取れるんやろうけどさ、ちょっと怖いからやめとこう。この上行くのね。前を取るのいい、うん、もう無理やしないのに。とにかく進むのみ。寄り道はしません。もうこれ図書館みたいな感じ。これでこうやって倒せばいいな。うん、これ柱。なんか2面の方が楽な気がするな。1面より。よし。なんか1面の方が難かった気がする。穴多かったし。2面の方が楽なのか。図書館やね、すげえな本が。よし、これは上やね。上から行くんやな。これ柱。もう本が先倒そう。あー、やばい、やばい。よし。あら、これどうやって行くんや。どうやって行くんや、こうか。あれ、どうやって行くんやな、これ。どうやって行くん、これ。これ下絶対行けないもんな。下僕は食らうもんな。どうやって行くのこれ。ギリジャンもできないやん。どうやって行くのこれ。ちょっと待って、このアイテム何使えないもんな。どうやって行くのこれ。食らいながら行くってことこれ。そんなことないわな。行き止まりこれ、もしかしてさっきのとこ行けかなあかんかったってこと。そんなことはないんだな。やばいやばい、これ短いから倒せにくい。どうやって行くんやろな、あれ謎やな。下か、これ下行くってことか。下やな、やっぱりな。上じゃなかったんや。行き止まりだったんやな、さっきのね。ここも行き通れないもんね。うわ、強そう。めっちゃ強そうやんか。何もしとくないもん。あれ行き止まり、行き止まりや。あ、なるほど、あいつ倒したらこれ針がなくなるってことか。そういうことか。謎解きになってるな、これな。よし、パワーアップした。これで飛び道具が使える。あら、これ下やね、多分ね。うわ、これはきつい。こうか。おお、怖っ。怖かったな、今。これもこうやっていけばいいな。何もせんで、これで。これで倒せるよな。おお、向かってくるんや、あいつ。よし。中ボスみたいなもんか。で、これでなくなってるわけやね、あれがね。素晴らしいね。音楽は素晴らしい。あ、来たこいつ。よし。おっと、これギリギリやな。よし。これは大丈夫やな、とっても。下にあるやつは
注意した方がいいってことやな。下のあれはやめとこう。なんか罠っぽい気がする。どうやろうな。あ、大丈夫か。よかった、回復やった。おびき出してこうやって倒す方が楽やね。近寄らせてね、うん、これな、上から行って乗り取れるんかこれ。まあいいや。あ、これボスや。なんか2面の方が楽やったな、1面の方が。2面の方が難しい、なんか1面の方が難しかった気がする。おお、これか、1面、2面のボスは。あ、強い。もう強いな、ボスは。ああ。はい。やばい。死んでもうた。が、ゲームボーカー。もう一回コンティニューしましょう。どっからかな。こっからか。うわ、ギリギリやった。やばい、こいつ調子投げよった。さあ、この子倒せるかな。あ、あれは無理。あんなん避けられへんわ。こっからひどいな。あ、かん。強い。なんか取りたいな、これ。どうやって取るんやろ、これ。取れないな。そうだけどな。今逃げに。ちょっとずつやるしかないよ。地道に攻撃するしかない。あ、来る。あ、あれは無理。あ、また来た。あ、あかん。あ、また出てきた。あ、これは無理。あ、あかん。しまった。また来るな、これ。あ、
あ、これは無理や、あんなに受けられへん。あ、無理。厳しいな、これ。あ、また来た。あ、これは受けられへんわ、こんなの。これは無理やわ。あ、もういいです。これでもうダメです。もうやめます。はい。これでご視聴ありがとうございました。終わります。